眼光不落。律令チョック、律令。眼光不落。チョック、律令チョック。全力攻撃。雷光意図美しきかな、律令十五。やっ、地下にも宝箱が埋まってないかな。眼光不落。律令チョック。はっ、やっ、へっ、特艦花火。俺がこんな幸運に恵まれるなんて。いや、みんながそばに。難攻不落。天道ここにある。有限なる雷光、律令十五聖。難攻不落。よい、ほい、ほ、聖。チョック、律令チョック。ふっ、律令十五。みんなはあれが。律令チョック。やっ、せは、やっ。早くわらわにも見せてくれぬか。
これだけとは。呪文、律令、チョック。律令、雷光、意図、美しきかな。呪言、律令。火力全開。せ。地下にも宝箱が埋まってないかな。だっただ。チョック呪言せえへやいやボンボン爆弾みんなは俺が守れ燃えろチョック呪言律令神道の権限呪言チョック呪言天道万象剣女万弱だってだそうですね。
さて、これが冒険の楽しいところですね。行きましょう、ご助力を。チョック、ガンザンハッ、や何か面白いものはあったか？あなたとの契約。美しい宝、嬉しいですね。よっ。
律令チョック呪言ついていきます。律令チョック呪言風雪の祝文心配の加護ご安心を。お触り禁止。律令チョック幽玄なるライト全部溶かん。へいへい、律令瑠璃のように落ちなさい。お触り禁止。これが冒険の楽しいところですね。はっ。行きましょう。収穫があるのはとてもいいことです。次の仕事は？よっ。
呪文律令チョック来光意図美しきかな律令呪文召喚化粧次の仕事は律令チョック律令チョック、律令、チョック騒乱の遺骨、岩王帝君のために海のちぎりをやっ、はっはっ、行きましょうはっ呪言、チョック、呪言、幽玄なる雷光チョック、呪言、律令
集合。それ取った呼吸はとても大切なことです。禁止。これが冒険の楽しいところですね。行きましょう。ご安心を。密流呪言空説の縮図深海の加護部外者禁止。ここで箱が埋まってないかな。だってだ。なんだなん。だってだ。
呪言雷光へと美しきかな律令直立瑠璃のように落ちなさい。ドカン花火律令呪言ソーランドイコ元王帝君のために有限なる雷霆律令チョック呪言ほいなんだなー弾けろ火力全開呪言律令直神道の権限律令直律令失策です。海のちぎりよ。はっはっ仕事は排除するべきですね。呪言立冬の程度か。なんなの。へい全部とかだ。
やっぱあれが手がかりだよな。でも今回の形なんかおかしくないか。オイラが逆さまになって見てみるぜ。お前も逆立ちして見てみろよ。律令振動の権限、海のちぎりよ、はじけろ。呪言律令チョック、はっ、せっ律令呪言チョック、律令チョック、
ったと。なんだな。ほい、よい、えい。へい。よいしょ。呪言、律令。この仕事は排除するべきです。火力全開、ボンボン爆弾。よっ、呪言律令。呪言律令。ソーランド行こい。有限なる雷霆。チョック律令呪言。ほい、はじけろ。深海の加護。はっ、ふっ、やっ。はい、あなたたちの成果は私も確認しています。塩化の宮の環境も回復し始めたため、負傷者と兵士たちも撤退を早めています。ほとんどの方はすでに避難済みのようです。ただ少々予想外なことも起きています。二人とも私についてきてくれませんか。本来であれば今頃塩化の宮は全て元通りになっているはずでした。ただ残念なことに今は最も危険な場所へと変わり果てています。なぜこうなったのか、そしてどうしたらいいのか、私にも分かりません。しかし黒幕がどこにいるかだけはお二人に伝えられます。こうなってしまった以上、黒幕と対峙し計画を全て吐かせる以外に方法はないでしょう。どうやって黒幕を見つけたんだ。私は黒霧の流れをずっと観察してきました。異常があった場合すぐに分かります。これまで黒霧を引き寄せ続ける微弱な渦がありました。他の者がアビスの力を必要とするとき、かすかな流れを起こすのでしょう。あれはとても危険な存在です。ただのビシャップとは比べ物にならない力を持っています。そう言っていただけて助かります。ではあなたにお任せします。私の推測では彼は図書館の近くにいるはずです。
外と言うべきか、予想通りと言うべきか。この暗闇の中でも突き進み、霧を払って俺の目の前に現れるとは。そんなことが可能なのはお前くらいしかいないと思っていたよ。だが、まさか奴らと手を組むとはな。また喋りながら時間を稼ぐつもりだな。そうか、お前たちは本当に知らないようだ。この俺を見て頭に血が昇るのもわかる。ここにたどり着くまで長いこと駆け回ってきたんだろう。だというのにまだそんな体力が残っているとは、さすがに厄介だ。軽く体を動かすとしよう。俺の言葉に耳を貸したくなるまでな。ルリのように落ちなさい。チョック、律令、ご助力を。ドッカン花火。チョック、呪言、律令、雷光、意図、美しきかな。チョック、呪言、律令、海のちぎりよ。やった。ご安心を。待て、終わりだ。これ以上やったら死ぬぞ。俺が、あの女、瞳孔が細く長い女は自分のことを何と言っていた。どうしてお前がそのことを知ってるんだ。その女の名前を言ってみろ。自分のことを罪って言ってたぞ。トカゲの分際で人間の真似をしやがるとはな。お前も分かっているだろう、深海ビシャップは賢く進化が早い種であることを。そして千年も前からとある言い伝えがある。それがビシャップマンに関する伝説だ。ビシャップマン？なんかオイラが考えたあだ名みたいだな。その昔、塩化の宮にはこのような伝説があった。深海ビシャップは迫害を受け、生き延びるために新たな進化を始めた。勝者の姿形を真似するようになったと。やがて瞳孔を除けば人間と全く区別のつかない種族、ビシャップマンが現れた。その者たちは塩化の宮に入り、人間の居場所を奪ったとされている。どうだ、心当たりがあるだろう。罪の瞳孔も縦長だったって言ってたよな。日差しが強いところではトカゲの瞳孔は細長い縦状になる。まさにあいつがお前らを裏切った証拠と言えるだろう。でもずっとオイラたちを助けてくれたぞ。あいつは俺へ復讐するためにお前たちを利用しただけに過ぎない。何せ俺もあいつらを裏切ったからな。俺はかつてビシャップと同盟を結んでいたことがある。奴らの目的は精鋭を大日神輿へと送り、囚われている同族を救うこと。その目的を果たしてやるため、俺は塩化の宮全体を黒霧で覆ってやった。その見返りとして俺たちアビス教団が手にしたのが領地を通る許可だ。それから奴らは三つの塔の改造のため俺に力を貸した。しかし奴らは予期していなかったのだろう。アビスの黒霧が元素生物にとって恐ろしい猛毒であるというのは。だからビシャップたちは裏切られたと思ってるのか。ああ、俺自身も裏切りだと認めている。
ビシャップがアビスの力を受けてなお飛び跳ねているなど、アビス教団にとって恥ずべきことだからな。お前、今の状況を説明してやろう。あの女はお前たちを利用するだけ利用した後、手のひらを返すはずだ。大日神輿で三号中を抑え込み、暗闇を作り出してビシャップを擁護するだろう。今頃は深いところに潜り、囚われた仲間を救出する準備をしているんじゃないか。そして決死珊瑚の源は断たれることになる。深海ビシャップたちはかわいそうだけど、でも和田積島の未来を守りたいと思うのなら急いだ方がいいだろうな。俺が残しておいた装置で光の道を導き、大日神輿の暗闇を払うといい。お前の話はもう信用しないぞ。そうか。だが他に選択の余地はあるのか。どの道今回俺には何の収穫もない。だがそんなことはどうでもいいことだ。俺は教団の中でも早くに過ぎないからな。殿下のそばをうろちょろしてる奴らとは違って、俺はいつだってどうでもいいことにこだわる。さて、時間稼ぎはこれで十分だ。もう会うこともないだろう。俺は先に失礼させてもらうぞ。それとこれは以前大日神輿で手に入れたものだ。選別としてお前にくれてやる。これってココミがくれたものとセットなんじゃ。ってそんなこと気にしてる場合じゃなかった。くー、また逃げられた。もうムカつくな。たとえあいつの言うことに筋が通っていても、そう簡単に信じない方がいいはずだ。まずは罪に話を聞いてみよう。よっ、せい。罪、本当にいなくなってる。ここに来るまでに見逃してたりしないよな。ぐえ、落ち込むな。しっかりしろ。少なくとも渡積島の兵士はほとんど撤退できた。仮にビショップが現れても誰も怪我することはないはずだ。あいつの言う通りになることを考えると腹が立つけど、ここはオイラたちがやるしかない。光の道を導こう。あいつが言ってた装置ってあれだよな。でも手が届きそうにないぞ。うん。
と関係あるなら木素の箱で起動できるのかな。補給はとても大切なことです。あの装置で間違いないよな。これが冒険の楽しいところですね。行きましょう。行きましょう。走るより飛ぶ方が早いよ。
人のご加護ってやつ。走るより飛ぶ方が早いよ。Yeah.